戦後初めての日本とイギリス、イタリアでの戦闘機開発に、早くも赤信号が点灯しています。アメリカ抜きで、どこまでできるのか。今回は、日本が選んだ、イギリス、イタリアの共同開発に、一体、何の得策があるのかを詳しく見ていきますね。全く、ここ数年話が進まない実態に、やはり、新進を量産化との話もあるが。2022年12月16日には、日本の現岸田内閣は、安全保障関連の3文書を改定した上で、閣議による決定を行い、2023年度からの防衛費は、これまでにない増額が、これらの文書に基づいて履行されていくことが打ち出されている。これにより、2023年度から2027年度までの5年間の累計での防衛費の総額は、現時点でもおよそ43兆円を超過することが確実視されており、これまで年間5兆円台であったものが、最終的にはほぼ倍増する形となりそうだ。ここまでの大規模な防衛施策の転換は、戦後の日本としても、例を見ない事態だと感じられるが、政権支持率の低下が指摘される現、岸田内閣には、むしろ積極的な支持は薄いものの、反対も同様で気づけば、それを実現したようにも見える。無論、こうした防衛費の大幅な増額への改定を、現、岸田内閣が行い得た背景には、ロシアによる、軍事侵攻の続くウクライナや情勢や中国による尖閣諸島方面への圧力の増加、北朝鮮のミサイル問題などが重なったことが大きいだろう。そうした大枠での防衛費の増額をやむなく、多くの日本国民が受け入れている状況の中で、安全保障関連の3文書の改定、閣議決定の1週間前の2022年12月9日には、個別の事案についての発表が行われていたことも無視できない。ここで発表された個別の事案とは、日本は、イギリスとイタリアとの3カ国共同で、GCAP、グローバルエアーコンバットプログラムを行うと、公式に各政府が発表したもので、もちろん、日本にとっては、戦後初の取り組みである。これまでに、日本とイギリスの間では、各々が目指す次期戦闘機の開発に関して、2021年12月に、その機関部を実証研究する事業や、2022年2月には搭載する、新型の高機能レーダー戦車システムの共同研究を行うことが進められてきた。それでも、これまでの太平洋戦争後の日本は、航空自衛隊で使用する戦闘機に関しては、アメリカからの調達もしくは、それを国内でライセンス生産したもの、または、アメリカとの共同開発という、枠組みの中で実施してきた。2023年2月現在でも、航空自衛隊が保有、運用中の戦闘機は、3機種あるが、大まかには、F-15J イーグルがライセンス生産、F-2 がアメリカとの共同開発、F-35 ライトニング2が、輸入となっており、アメリカの存在が全て言っても過言ではなかった。今回の次期戦闘機に関しても、現行の F-2 戦闘機の退役に合わせて代替機を用意する必要に迫られての開発であったが、やはりアメリカとの結びつきは強固で、アメリカのロッキード・マーチン社の技術支援は必須と見られていた。ロッキード・マーチン社といえば、現行のアメリカ軍の第5世代戦闘機である F-22 ラプターや F-35 ライトニング2を擁しており、次の世代の戦闘開発でも先頭を走っていると考えられている軍需航空企業のようだ。そのため、日本の次期戦闘機開発についても、日本側が主導的な役割を果たすことは目指しつつも、ロッキード・マーチン社が持つ総合的な戦闘機開発の技術的な支援を受けることは外せないと考えられてきたのが実情だった。
しかし、前述したようにここ数年で、次期戦闘機開発の機関部や、レーダーセンサ類等の通用な構成要素について、イギリスとの共同事業が増加する事態を迎え、ついに、これにイタリアを加えた3カ国での共同開発に行き着いた。もともと、イギリスは、イタリアとスウェーデンとの間で、FCAS、フューチャーコンバットエアーシステムとして、テンペスト計画を実施しており、これが、今回の GCAP、グローバルエアーコンバットプログラムにつながった形だろう。テンペスト計画と GCAP、グローバルエアーコンバットプログラムとは、そのままイコールな関係ではないかもしれないが、少なくとも、似合いコール程度の関連はあり、日本をここに引き込んだようにも感じられる。口さがない海外のマスメディアの一部では、イギリスが自国主導で推進してきた、テンペスト計画への追加の資金を調達する目的で、未だ、世界第3位の GDP 額を誇る日本を仲間に加えたとの指摘も散見されている。そうした指摘が、ある程度の成果を得ていることは含みよくとしても、今回の日本の次期戦闘機開発において、アメリカのロッキード・マーチン社が、ビジネスとしての見返りが少ないと判断したことをこそ鑑みる必要があるだろう。少なくとも、太平洋戦争後に、戦闘機の自国のみでの開発を行った実績のない日本では、F2 戦闘機の時点でも、ネックとなったように、ことに、機関部の単独開発を行うことが困難であり、必ず、海外の協力を仰ぐ必要は、あったと思われる。日本の次世代戦闘機用の機関部の候補としては、IHI 社が、防衛装備庁からの依頼で完成させた、XF9 エンジンがあり、同機は、地上における試験では、アフターバーナー使用時に、推力15トン以上という数値も記録している。その数値のみを切り取れば、次期戦闘機用の機関部として、必要な実力の一端を示したとは言えそうだが、XF9 エンジンは、あくまで試作機であり、1機しか製造されていない上、機体に搭載しての実際の飛行を行ったわけでもない。そのため、実際に、XF9 エンジンは、すぐに量産化できる機関部と考えることはできず、仮に、今回の次期戦闘機開発当初の想定通りに、アメリカのロッキード・マーチン社との共同開発になっていたとしても、別の機関部になる可能性もあったと考えられる。イギリスにおけるテンペスト計画や、今回の GCAP、グローバルエアーコンバットプログラムでは、機関部の開発には、当然ロールス・ロイス社が当たり、同社は、これまでも、ユーロファイタータイフーンの機関部開発を主導している。その他にも、船舶用の機関部をはじめ、ロールス・ロイス社には、豊富な実績とノウハウがあり、耐久性やメンテナンス性、そして、何より大量生産を行う能力と、今後の戦闘機の機関部に求められる発電性能などに秀でていることは、間違いない。仮に、IHI 社が、ロールス・ロイス社が主導する機関部の製造を行う形になったとしても、これまで、試作機の XF9 エンジンを作り上げた経験と、技術は、無駄とはならず、さらなる技術力の蓄積につながる方向に進むと、期待したい。航空自衛隊では、現行の F2 戦闘機を、現時点では、2035年から退役させる計画であるため、次期戦闘機は、それに合わせた配備が行われる予定で、ほぼ同数で入れ替えを行うと、仮定した場合には、およそ90機が必要な計算になる。これが、今回の GCAP、グローバルエアーコンバットプログラムで、開発コストや生産コストの低減が実現できた場合には、その数を上回る配備数とできる可能性もあり、これは、ロッキード・マーチン社との共同では不可能なことだろう。
GCAP、グローバルエアーコンバットプログラムでは、すでに、イギリスとイタリアでの需要が確保されている上に、将来的には、他の NATO 加盟国への波及効果も期待でき、アメリカと共同開発をするより生産させる機体数は、多くなるのは必至だからだ。可能性という点で川残業をすることを許してもらえるのならば、フランスとドイツとスペインが共同開発を目指している FCAS、フューチャーコンバットエアーシステムも、GCAP、グローバルエアーコンバットプログラムに加わる目もゼロではない。まあ、それは、これまでのユーロファイタータイフーンの例を見ても、あくまで、自国の使用や機関部の使用に関わりを見せているフランスの存在からして難しいかもしれないが、今や一国での戦闘機開発はそれ以上に困難となってきている。